皆さんこんにちは。あなたも行きたいです。今回は友人2人と奄美大島へ来ました。どんな旅になるのかとても楽しみです。本日もよろしくお願いします。奄美大島出ました。はい、あそこな看板ねえな。こちらの看板が目に入りました。イモーレっていうかな、イモーレでようこそちゃうんか。やっぱなイモーレ、イモーレは奄美の言葉でようこそいらっしゃいという意味だそうです。晴天に恵まれとても嬉しいです。レンタカーを借りて出発です。この動画が面白いと感じられたらチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。最初に訪れたのはこちらの看板です。この看板は奄美大島で放送されている奄美 FM デイウェイブというラジオの周波数 77.7MHz を表しています。数字のオール7、縁起がいい気がします。どちらも映えるデザインですね。先ほどの看板から車で少し移動しました。ハートロックという名所へ行ってみましょう。沖縄の古宇利島にもハートロックがあります。奄美大島のハートロック、どんな感じでしょうか。ジャングルのような道が続きます。浜に通じるこの道はハブに注意が必要とのことです。この道の入り口から150メートルくらいでしょうか、海岸に出ました。海岸に出てから右側に歩きます。もうそこで待っとく。人の見えてるあたりがハートロックだと思います。めり込むな。柔らかい砂なので少し歩きにくいです。だんだんと見えてきました。すでに数組のグループが来ていました。奄美大島のハートロックはハート型の潮だまりです。このハートロックを見るには潮位の低い時にしか見ることができません。なので事前に訪れる時間帯の潮位を調べてから行ってくださいね。恋愛のパワースポットだそうですよ。ハートロックを後にします。大きなガジュマルの木がお迎えしてくれます。奄美大島の郷土料理鶏飯を食べます。16時過ぎなのですぐに入店できました。景色のいいテラス席に座りました。最高の景色です。少し贅沢な感じがしますね。私は鶏飯刺身定食を注文しました。友人が注文したカサリの鶏飯です。こちらも美味しそうです。ドローンではありません。鶏飯乗る人関西のやつか分からないわ。鶏飯電車の CM のキャッチコピーです。自分で具材を盛り付けるのが面白いですね。いただきます。美味しいです。2杯目をいただきました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。アマネシアを後にします。次は2つの海が見える丘を目指します。見晴らしが良さそうなので立ち寄りました。目的地はもう少し先だと思っていたのですが、ここや、ほら左見て、ほら、ほら、何が、
ここやほら真ん中に。そう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 、これを見に来たんやって。右が太平洋、左が南シナ海、東シナ海。いや撮るわな、ちょっと待って。いや俺見に来たんやで。綺麗やんか。知らぬ間に到着していました。この時は本当に感動しました。あの函館の夜景に似てると言われてんやだそうです。カシケン峠を後にします。晩ご飯を食べに谷川通りへ来ました。谷川通りは鹿児島県で2番目の歓楽街だそうです。私たちはこの居酒屋もぐらさんにお世話になりました。これから奄美大島の郷土料理をいただきます。最初に島豆腐サラダが来ました。いただきます。美味しいです。鹿児島県の食文化を代表する一つかと思います。喋るのはいい。喋るの喋るのはちょっと後でアフレコやな。違うの。いやいやいや、何でも入れとくぐらいだな。どう？じっくりと味わって食べています。どうって言ってこっちから食べる。うまい。美味しそうです。最初にマグロをいただきました。最高です。刺し盛りとても美味しいです。貝の中身を出すにはコツがいるようです。うまいな。うまいな。癖になる味です。次第に中身の取り方が上手になってきました。中身はこんな感じです。寺田はうまい。コラーゲンたっぷりで肌に良さそうです。無理。骨は食べれません。でもここまで綺麗に食べることができます。見た目なちゃんぽん。これがなんて油そうめん。これも美味しそうです。いただきます。美味しいです。これはほとんど私一人が食べました。食べるのに必死。すでにみんな満腹状態です。ご飯が欲しいじゃん。うん、合う。ご飯食べへんの。ご飯うまいな。うん、やめとこ。白ご飯って大丈夫。いや、もうこんなやったらよ。そうだ、うん、
もう勘弁して。加計呂麻島の黒糖と奄美大島の単管です。サービスしていただきました。ありがとうございます。加計呂麻島の黒糖と単管、何を食べても美味しかったです。ごちそうさまでした。居酒屋もぐらおすすめです。皆様の旅のご参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。